今日2月22日は島根県が制定した竹島の日です日韓関係が冷え込む中松江市では午後に記念式典が予定されていて警察が警戒を強化しています式典を前に徐々に会場の周辺はものものしくなってきました会場へと続く道路は警察がバリケードを作って封鎖しています 今年で14回目となる竹島の日の記念式典は午後1時半から始まり、内閣府の政務官も出席することになっています。韓国海軍によるレーダー照射問題など冷え込む日韓関係を受けて、警察が警戒を強めています。警察関係者によりますと、韓国の市民団体に対して会場周辺には近づかないよう要請しているということです。